愛の部屋をノックしたが返事はない。まだ外出から戻ってきていないようだ。何気なく愛の部屋に入った。すげえ乱れてる。一応取っときましょうか。白で統一された部屋にはきつい香水の匂いが漂っている。愛のずさんな性格を表すように部屋のそこら中に服が脱ぎ散らかしてあった。結婚以来こんな感じなので特に気になったりはしなかった。おそらくトイレに航空券を流したのは愛なのだろう。アメリカに行かせたくない気持ちもわかるが、どうせならもう少しマシな場所に捨ててほしかった。おかげで意味のないトイレ修理をする羽目になった。ブランドの服だらけのベッドに腰を下ろすと、足元で妙なものを見つけた。それは金色のライターだった。いつから愛はタバコを吸うようになったのだろうか。大沢はライターを拾い上げると、ベッドの脇の棚に置いた。M?M? 大沢愛ではおかしいよね。部屋を出ようとしたとき、本棚にスクラップブックがあるのに気づいた。本棚はファッション雑誌ばかりなので、スクラップブックは特に目を引いた。モテる女は小技が冴える。勝ちスタイル決定版。チュンガールズ？ああ、チュンソフトだからか。イタリア女のここが新しい。絶対モテるメイク。メイクテック。これがモテる女のツヤコンサバ？ジャケット&トレンチ特集。ミラノ、ロンドン、東京、街スナップ特集。セレブリティの日常。日常着？21世紀エコファッション。着こなして見せるセレブ流フィレンツェ、東京街スナップ特集。同じやつか。チュニード。モテるちょい不良女の作り方。モテビタ女の作り方。これがモテる女の貫禄ボディ。好感度アップのヘア&メイク。憧れのドールスキン。チュンガールズ。今時計選びはエロくてオシャレだそうですよ。なんか奥さんあれだね、なんか女ね、まだまだ女ねって感じ。というところで一旦区切ります。でコメントを読みながらちょっとあの感想会というか雑談タイムにちょいと移りましょう。ケンピー来てくれてありがとう。こんばんは、こんたま。ありがとうね。もちろんや、楽しみのぼさん。いや、そうそう、唐辛子目薬やね。あれ。たまの声、ほにゃほにゃしててか。女の子なんですよ、たまの中の子が。自分で言ってたんだけど、たまちゃんが。なんでせめて女の子っていうか、まあ、見た目も含めてそれっぽい声出してます。これで続くのか、先が読めないな。なくて、なかったら、あれなんだけど、粉々でも、あったら、続くんや、と思った。ああいう、ま、こんたま、お久しぶり。チュッチュ。佳境な雰囲気なんだけど、多分まだね、3割ぐらいしか済んでね。田中と大沢は誰かわかんないけど、推理シーン的なの見るの楽しいね。ね。そう、アメリカで結構優秀なんですよ、大沢さんが。うん。奥さんと田中がつながっているわけではないのか。鋭いですなあ。ハローさんもこんたまでございます。奥さんね、怪しいんですよ田中。その後もしや田中、いや本当よ、19とさ、付き
き合ってるってすごい。仮に付き合ってるとしたらすごいよね。トイレの個室、男二人きり、何も起きないはずもなく。ああ。あ、マジ17歳年上と付き合ったことあるけど、性格が合うか合わないかにもよると思います、メガネクイクイ。いや、結局合う合わないよね。個人だと思うよ、あんなもん。ありがとう。ありがとう。ね。豆知識やね。梶原さんね、登場する回によってね、すんげえ怖えんだよ、この人。できる男なんですけどね。詰まらせたやつが直したらええんやで。ほんま。ラバーカップって名前だったんだ、あれ。そう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 。え、怖い。手袋してると犯行に及びそうで怖い。二階級特進はさ、死んでんだよな。殉職なんですよ、二階級特進って。二階級特進はね、死んでんだよね。死んだんじゃないのってなる。俺の中の国川崎が定期的に現れる。写真がね、不穏なんですよ。ポリスのミクシーってこと？多分そういうことだと思います。ポクシー。原作、作が俺ってこと？ IT アットホームってどんな対義語？わかるね。あ、歌が聞こえてるのはね、大沢さんが、神木彩さんっていう、ね、歌手の方がいるんですけど、それが担当してるんですよ、あの主題歌を。で、その神木彩さんのことを大沢さんが好きだっていう、キャラ設定がありまして。バナナ。優秀でしょ？マジかよ、この展開。奥さん、まさか。うっ、来てよ。モテるメイクとファッションすると、全員それやり出すから個性が消えてて、見てて笑ってしまう時がある。ああね。拍手ありがとう。途中から見てて面白いな。久々のチュッチュありがとう。大好きやで。ありがとう。久しぶりやね。そや。チュッチュとか久しぶりや。登場人物が主題歌歌ってるのはついに。あ、いやね、登場人物。あ、まあでも登場人物か。まあなんか実際にある歌だし、実際に、いる歌手の名前が出てる。うん。いやでもこういうのいいですよね。ちょっと最近なくて寂しかったぜ。なんかねえ、いつの間にか言わなくなったなぁと。思い出した時に言う。思い出した時に言う。いやでも楽しいですよ。大沢さんは完全にシリアスパートなんで、まあ、たまになんかシュールギャグみたいになるけど、梶原さんとかのせいで、梶原のせいでバナナとか食いかけのチョコレート出てきたりとかね。他がね、どっちかっていうとね、シリアスよりギャグが多いので、いや、今後欲しくなったらチュチュねだるわ。オッケー、チュチュする。そうです。大沢さんは、ひとみちゃんのパパであり、今誘拐されているマリアちゃんのパパでもあります。そうなんです。右の方を見たらさ、あったかくてノスタルジックが気分。40代からのバー入門。各界著名人の愛用品、新作時計で行く非日常への旅と、100万円以下の車全カタログ。面白いね。入ってらっしゃい。まあ、もう根本的に関わってはいるんだけど、まだ直接外に出て登場人物たちと関わるってことがほぼないので、大沢さんはね。まだまだ。気になるところばかりですね。まあ、ウイルス研究がいかほど関わってくるのかなって感じ。あ、田中がね、いい人じゃあいい人なんですけど、どうなんですかねみたいな。いやー、ちょっと。大沢さん。お茶を待ちにください。マジであそこが付き合って幸せになってくれるのが一番いいわ。まあね、前回アチが、アチの妹ちゃんとかも出ましたけど、昨日、まあそういうこともあって、アチは
人助けしてるってかゴミ拾いしてんだと思ったね。まあ、よければ動画にそのうちになるかアーカイブ見ていただけると嬉しいです。多分動画がそのうちてると思うから、まあ、そっち見ていただければ全然大丈夫だと思うけど、そう、あちの妹昨日の収録だから来週ぐらいになるんじゃない。毎日投稿は続けるつもりなので。いや可愛かった、可愛かったよ。さあさあ、あちいいやつや、いいやつやねん。妹に言われて困ってる人を助けよう、助けるわ、代わりに病気に負けんじゃねえぞってなってるわけ。あち妹を俺にくれ、お前は何者やねん、お前は何者やねん。さあそろそろじゃあ再開していこうかなと思います。またね、30分いかないぐらいでコメントを読みますが、再開していきましょう。さあいろいろありますが続きをやっていきましょう。なんとなく気になって本棚から取り出した、本棚から取り出した。スクラップブックには大沢の研究成果や会社の業績に関する記事がまとめられていた。懐かしさを覚えながら次々とページをめくっていくと、田中を副所長に迎えた時の社内報まであった。就任パーティーで大沢と田中が握手している写真が載っている。些細なものまで集めているようで、なんとなく気恥ずかしさを感じる。さらにページをめくっていると、雑誌傷の束が挟まっていた。これだけなぜか切り抜かれていない。記事を広げてみて納得した。政略結婚を仕組まねばならない大越製薬の居所事情。愛と結婚した直後、噂の大将という雑誌に好き放題書かれたことがある。ここで噂の大将が関わってくるんだ。あ、どうなんだろう、あんま関係ねえのかな。掲載当時は頭に来て読もうとも思わなかった。初めて記事にちゃんと目を通したが、内容は想像の範疇を超えていなかった。会社重役が娘を人見悟空にして研究者の流出を引き止めた。人見悟空、何かの利益のために個人を犠牲にすること、簡単に言えば生贄ね。つまり牧野が結婚相手として愛を大沢に差し出したというのだ。結婚相手の交際事情には様々な噂も。さらに愛は結婚前に付き合っている男がいたとも書かれている。幼稚でバカバカしい内容だと思った。結婚に多かれ少なかれ打算がつきまとうのは当たり前のことだ。どんな理由があったとしても、愛が妻であるという事実に変わりはない。小さなため息をつきながら、スクラップブックを本棚へと戻した。書斎に戻ると、すぐに CD ラックへと向かった。神木彩の明日のためにフォーエバーモアというアルバムを探した。このアルバムはエキセントリックなナンバーが多く収録されている。情緒が不安定になっている時こそ、あえて聴きたいアルバムだった。もともと大沢は音楽に全く興味がなかった。娘たちへの誕生日プレゼントとして、その時一番流行っていた CD を買った。それが、神木彩のアルバムだった。瞳は喜んで受け取ってくれたが、マリアは気に入らなかったようだ。次の日、書斎の机の上に突っ返してあった。捨ててしまうのももったいないので、
大沢は CD をパソコンで聞いてみた。激しいビートに乗って、キーの高い艶やかなボーカルがシャウトする。神木彩は、詩も自分で書いていて、10代の少女の気持ちを繊細に表現していた。自分でも信じられなかった。一曲目を聴いただけで、心をわしづかみにされてしまった。心をわしづかみにされていた。その日のうちに、すべてのアルバムを買い揃えたものである。よっぽどハマったんやな。あれ？思わず声に出した。CD ラックにあるはずの、明日のためにがない。どうして？どうしてないのだ？髪の毛をかきむしりそうになった時に、ふと気づいた。研究所だ。仕事の休憩中に聞こうと思って、明日のためには研究所に持って行ってしまったのだ。くそ、くそ、くそ。聞けないと思うと余計に聞きたくなる。買いに行くのは状況から考えて不可能だ。こうなると、瞳にプレゼントしたものを借りるしかない。いても立ってもいられず、大沢は瞳の部屋に入った。娘の部屋に勝手に入るのはどうなんですか？どうなんですかね。すぐにベッドの脇にある CD ラックの中を漁った。なんだかこそ泥になったような気分だった。田中に見せてもらったメールでは、瞳も何者かに命を狙われているようだ。そんな事態に不謹慎なことをしているとは思いつつも、とにかく目当てのアルバムを探さないと我慢できなかった。ところが、ラックの中に神木愛のアルバムは一枚もない。すべての CD を引っ張り出したが、入っていたのはクラシックばかりだった。がっくりと肩を落とすしかなかった。おそらく部屋のどこかにしまってしまったのだろう。ん？慌てて懐から携帯電話を取り出した。液晶画面には牧野と表示されている。今、家の前だ。電話に出ると牧野はたった一言だけ告げた。急いで CT ラックを片付け始めた。頭の中は牧野を追求する言葉で溢れていた。倫理的な問題に、服務規定違反、自分の研究を汚されたようで、許せなかった。しかし、瞳の部屋を出ようとした瞬間、大沢はふと我に返った。牧野の臨床試験を責める資格が自分にあるのだろうか。ドアノブを握っていた手が急に汗ばん。いや、ない。あるわけがない。すでに同罪ではないか。このことは私たちだけの秘密だ。大丈夫。動物実験はクリアしている。すでに王様も抗ウイルス剤を人体投与、抗ウイルス剤の人体投与を行っていた。そうするしかなかったんだ。誰に言うわけでもなくつぶやくと、大沢は玄関へと向かった。ですよね。
お前お前なんとなく分かってたけど、お前、そして可能だけがバッドエンド。しょうがないな。気になるところですが、可能くんのバッドエンドをとりあえず取りやめにするために遠山さんへ、みのりかわの遠山へのアドバイスを変えて可能くんを先に進めるようにしておきましょう。すぐに出版社に戻っとけ。出版社？すぐに見つかっちまうぞ。大山が泣き声を上げた。裏を書くんだよ。借金取りもまさか、あんたが出版社に戻るとは思わないだろう。なるほど。大山は感心したように言う。とにかく、記事が出来上がるまで隠れていてくれ。わかった。大山の力ない声を最後に、電話を切る。みのりかわは大きなため息をついてから再びパソコンに向かった。でこっからは多分話が同じはずなんだ。そうですね、タイムチャートに行って、あれあれ、お前まだバッドエンドやないかい。ちょ、待て。どういうことや。あー、弾がぶつかってるからここか。これを無視して立ち去ることによってなんか変わるのかな。弾ちゃんが、遠山親子とぶつかってるんですよ。だからこれしたらぶつかんないんじゃない？なんだか不気味だ。無視して立ち去ろう。しかし女性はなおも食い下がってきた。お願いします。お願いします。涙目で訴えてきた。でも私本当に今忙しくて、一つだけ質問させてください。周りの人たちが、この珍しそうに私たちを見て通り過ぎていく。さっさと質問に答えてここを離れた方が良さそうだ。じゃあどうぞ。あ、はい。あなたは今の自分をどう思いますか？今の自分は見ての通り猫です。猫。なるほど、猫ですか。じゃあ、猫と。女性はメモ帳に猫とだけ書いた。ありがとうございました。はあ、それじゃあ。私は再びバーニングハンマー探しの旅に出ることにした。なんだそれ。あれでも、あ、これで、あれバッドエンドや。あれ、親子連れと人相の悪い男たちが騒動を起こしたために、カノーは外国人を見失い捜査から外されてしまった。カノーが思った通り、親子連れがこの場に現れなければこうはならなかっただろう。ある人物が親子連れに的確なアドバイスをすること、そしてまた別の人物が家の外に出て親子連れと出会うこと。お前では。家を出てだからここだよな。じゃないの。タウンから私を一人にしてくれ、大沢は書斎から出て行こうとした。ちょっと待ってください、実は渡したいものがあって。梶原はポケットに手を突っ込んだ。バナナなんか欲しくない。
わずかな時間でもいいから一人になりたかった。世の中はどこにいても刑事の目が光っている気がする。もう我慢の限界だった。いくら特殊な状況かといっても、これでは考えを整理することすらできない。大沢は梶原たちに気づかれないように裏口へと回った。静かに裏口のドアを開くと、通用門から家を抜け出した。さすがにあまり家から離れるわけにもいかないので、家の裏の細い路地でぼんやりとすることにした。すると大通りの方から親子のような二人連れが走ってきた。まるで何かに追われているような様子だ。しきりに後ろを振り返りながら父親が娘の手を引いている。大沢には目もくれず、親子は角を曲がっていった。しばらくして今度は柄の悪い二人組が走ってきた。おい、あんた、親子連れを見なかったか？親子連れ、遠山照夫と娘の花、借金取りから逃げて消灯までやってきた。この直前、遠山は実りかと電話している。ジャンプできますけど、実りかさんも完結してるんでいいです。 To be continue なんでね。ここを通ったはずなんだけどな。あ、サングラスの方か。ここを通ったはずなんだけどな。サングラスの男が脅すような口調で聞いてきた。さあ、さあ、大沢はとぼけた。エグゾイル太郎。おっす、兄。二人組はすぐさま親子が逃げた方向へ走っていった。大沢は何度か深呼吸をした。少し気分は落ち着いたが、心の中のわだかまりが消えることはなかった。あ、なるほどね。これで、見失う。で、緑川のアドバイスによって生存するんだ。まだいたのか。書斎に戻った大沢はうんざりとしていった。梶原さんの顔特殊だよな。なんか、ええ、私、大沢さんのことをずっと見ているようにと言われてますから。大きなお世話だ。外に出られるなら、一応声をかけてもらえると助かります。え？大沢が外に出たことはバレていたようだ。そんなことより、梶原はスーツのポケットに手を突っ込んだ。ああ、ここにつながるんや。これを渡さなくてはと思って待っていたんです。これを渡さなくてはと思って待っていたんですよ。ポケットから出てきたのはビニール袋だった。中に何か紙切れが入っている。それはトイレが詰まった原因です。大沢は恐る恐るビニール袋を受け取った。ここからは一緒ですね。俺で、お前まだバットやないかい。